皆さんこんにちは。それでは日商簿記ガイダンス二級と三級の平肝ということでですね、ガイダンス動画をですねお送りさせていただきます。えまあ効率よくですね合格する方をですねお教えしますというタイトルでえ担当レックスやに越島影山がですねお伝えしてまいりますのでよろしくお願いいたします。はい。えー、この動画をですねご覧になられている方はこれからまあ日商簿記検定三級やってみようとかね三級の後二級やってみようとかね。 えーまあ、その認証簿記いろんなところでこう評価されまた会社の中でのです、ね、自己研鑽であったりだとか、えー、スキルアップ社内昇、えー、級昇格さらにはです、ねえー、受験生のです、ね、こう受験のため、まあ、いろんなです、ねえー、ところで。 こう日商簿記検定のですね合格という証をですね使うことができますので、えー、なんとかねこう今2級取ろうとか3級取ろうとか思われている方はですねえー、ぜひそのね、えー、迷いをですね断ち切って一歩踏み出して、えー、3級2級というですね勉強してもらえれば、えー、これからですね、まあ、いろんなところでこう活躍のフィールドが広がると思いますんで、えー、なんとかね、えー、ちょっと頑張っていただきたいなと思いますはいで本日はですね、えー、こちらにですねレックのパンフレット ありますのでこちらのですね二正簿記講座のレッのパンフレットをです、ね、使いながら、えーまあ、お時間として、ね、30分ぐらいいただいて、えー、ガイダンス動画の方ですね始めさせていただきます。はい えーまあ、この、ね、2級3級という、ね、検定試験、さらに、まあ、1級もあるんですけれども、えー、この動画は、ね、1級についての紹介というものはです、ね、省かせていただきますので、えー、1級の、ね、ガイダンス、また1級のガイダンス動画という形で、レッグのホームページの中に載っていると思いますので、えー、そちらの方をご確認していただければと思います。はいでえーまあ、2級3級、まずどんな試験かというところを簡単に、あのー、見ていきたいと思いますので、えー、パンフレットのです、ね、4ページ、えー、こちら、開けてください。まあ、適用、ね、こう知ってから 自分のね対策を立てていくというところで、まあ敵がですねどんなものなのかというところを簡単に見ていきます。はい。二種簿検定二級三級問わずですね誰でも受験することはできます。もう小学生でもですね、えー、まあその高校生でも、えー、また社会人の方であってもですね、えー、ご高齢の方であっても、おじおじちゃんおばあちゃんでも誰でもですね受験することができます。はい。で、えー、まあグレードとしてはねこう 数字が下がる方がですねグレーダが高いので3級よりも2級、2級よりも1級の方が難しいというこういう試験構造になっております。はいで3級っていうのはです、ね、どんな試験かというと、えー、これはの基礎ですね、えー、現代のビジネス社会における新しい取引にも対応できる実務的な知識が身につくということではい、えー、2小記3級はですね小規模株式会社の経理これをですね、えー、前提とします。小規模株式会社の経理ですね えー、ただ最近はですね商簿記検定はこうかなりですね最新取引までですねこう試験範囲に含まれているんである意味その会計試験なんかは結構古臭いんですよ記、えー、の内容が。 ね、それよりもですね日照簿記の方がこう新しいですね取引が入ってきています。まあ、例えばですね最近であればこうクレジットカードを使った取引だであったりだとかあとは、ね、交通系の IC カードなんかですねこうチャージして電車なんかに乗る人多いと思いますけれども、まあ、そういった交通系 IC カード、えー、そのですね取引処理なんかも日照簿記3級で出てきて、えー、います、ね。実際の試験にも出出まますすすてていい、ねえーまあ、新ししですねこう取引そして まあそういういい新しい取引を勉強した人が、ね、活躍できるようなこういう試験になってると。はい、でこの3級に、まあ、別に受かっても受からなくても2級はトライすることはできるんですがただ3級の部分を勉強していかないと2級に行くっていうことはできないんですよ。ね、こう日常簿記のですね、えー、学習というのはこう積み上げ方式の学習になっていますので2級3級スルーしていきなり1級っていうのはこれねあの無理なんですよ。ね、だから必ずまあ3級から勉強を積み上げていく必要があります。別にまあ3級受かんなくてもいいんですよ 三級受かんなくても別に二級を受けることができますし、えー、別に二級三級受かんなくても一級受けることはできるんだけども積み上げ方式の学習になっていますので、えー、少なくともその三級の分の勉強をしていかないと二級は厳しいですし、三、えー、級二級の学習をしていかなければ一級は厳しいということになります。そしてこの三級ってものがすべてのまあ検定の土台になってきます。まあすべてといっても二級一級というところしかありませんけれどもね、ね三級が土台になってきますよと、はい。 でこの3級の学習を終えた場合にですねこう2級の学習に進むことができると思ってください。はい2級はですね、まあ、最近非常に難しいですね、えー。会社の経営管理、あとは財務担当者に必須の知識となる財務省の数字を読む力が身につきますよとさらに経営内容なんかも把握できるようになるということでこうかなりですね2級は最近実践的な内容になってきておりますので、まあ、少しね内容としては 難しく感じる部分も以前よりは増えてきてきいます、ね、ただそれだけですね、えー、実務に対応したそういった試験になりますので、えー、考える力をね、えー、養うことができるさらにはですね受かって、えー、まあ仮に受かんなかったとしてもね二級で勉強していれば受かるレベルの、ね、力を持っていれば実務に、えー、これはもう即戦力として、ね、例えば学生さんが就職活動で使うっていった時に今の二級取ってるですね、えー、学生さんであれば もう会社の人は、ね、今の2級というのは実践的なものっていうのを分かっていますからあこれは即戦力として使えるなと、ね、採用したいなというふうに思うはずなんですね。はいえー、これが最近の2級ですね、まあ、少しね合格率という意味ではあの低いんですけれども、まあ、それだけです、ね、評価も高く、えー、内容としても、ね、即戦力になるようなです、ね、そういう方を養、ね、成するような試験になっていますので、まあ、非常にこうやりがいはあるかと思います。ねまあ、評価も高いといととうことですから はい、で2級になるとですね簿記の分野が2つに分かれて商業簿記っていう分野とです、ね、工業簿記っていう分野に2つに分かれます、ね、3級の時はですねこの商業簿記といっていわゆるその商業を前提とした、まあ、小売業とかね、えー、卸売業なのでスーパーとかコンビニなんかをイメージしてるとです、ね、分かりやすいと思いますがそのスーパーとかコンビニなんかで使ってるような簿記これをですね3級では基本勉強していくとでそれの、まあ、小規模バージョンですね小規模バージョンで2級もですね えーまあ、その半分以上はですね商業簿記の分野なんですけども2級から工業簿記という分野がですね、えー、入ってくるとでその工業簿記というのはですね工場ですね、えー、工場を持っている会社を前提にした簿記になりますので、まあ、自動車工場とかパン工場をですねあのイメージしたいわゆるまあ製造業という業種なんですけれども、ねまあ、メーカーさんの簿記だと思ってもらえればいいかなとそれが2級から入ってくるんですね。 でまあ、2級のね検定試験って100点満点なんですが配点としては60点が商業募金で40点が工業募金なんですね、まあ、6割が商業募金で4割が工業募金っていう、まあ、そういうねあの配点にはなります、はい、でさっきもお伝えした通り、まああり3級に受かんなくても別に2級に進むことはできるんですけどもただ3級合格レベルのです、ね、力がないと、まあ、2級に行ってもですね撃沈してしまいますのであのまずはね3級から勉強していくっていうのが必須になりますはい。 で試験時間はですね3級はあの2時間で2級も2時間、まあ、結局2時間なんですねどちらも試験時間としては2時間です。はい、で、配点はですねどちらも100点満点です。あの先ほどお伝えした通り2級の方はですね、配点として商業武器が60点の配点工業武器が40点の配点。ね あの、二のね、簿記分野が、まあ、一の試験になっていますので。その商業簿記と工業簿記で、あの、試験時間が分かれているってことではないんですね。二時間の中で、商業簿記と工業簿記と両方やっていくっていう、そういう試験になります。はい。で、ちなみに、まあ、一級もですね、同じなんですね。一級の方もですね。あの、この商業簿記と工業簿記、分かれていまして。まあ、一級の方はさらに会計学、原価計算っていうですね、分野に、もう少し細分化されますけれどもね。ね ええー、まあ、少しね、生きるの方は難しい。まあ、会計の最高峰のね、あの試験になりますので、まあ、一級かればね。それこそ、その会計士ゼるスっていう道が開けるというような、あのー、そういうね、流れも持っていると思ってください。ね、また、一級の方はね、一、えー、級の動画の方をご確認いただければと思います。はい、で、まあ、気になる合格率なんですけれども、三級の方はですね、合格率は比較的安定しています。四十パーセント前後ですかね。 三級の方は四十パーから五十パーぐらいの合格率だと思っていただければと思います。まあ五十パーいことはなかなかないんですけどもね、四十パーセント台が多いかなというところです。なので比較的安定しているんですが、二、えー、級の方がですね少し難しくて合格率がまあここ最近ブレています。えー、難しい時はですね十パーセント台の時もありますし、えー、まあ優しい回であれば四十パーセント近くのですね合格率を叩き出すこともあるんですけども、ここかなりブレているんですね。はい。なのでまあ。 でまあ、20%から40%と書いておきますがちょっと難しい時はもっとですねこの10%いもありますのでここの、ねえー、部分を考えられますが、ねまあ、一応20%から40%と書いておきます。で、まあ、この2級試験っていうのがなかなか難しいと噂も聞いたことあるかと思います、ね。あの一昔前まではですね本当にあに5年6年以上前はですね2級の試験もそんなに難しくなかったんですよ。ね 1か、えーまあ、月とか1か月半集中的に勉強することによって2級もですねあのかなり高得点で受かることができたんですけども、まあ、最近ねあのそういう勉強の仕方で受かるっていうことをですね、えー、なるべく避けるようにですね試験問題が作られていますので、えーまあ、しっかりとねこう考えてやし力を養っていかなければなかなか合格できないような試験には2級はなっています特に、ねはい。なのでなかなかねこの2級を合格するために独学だとねちょっと厳しかったりもするんですよ。ねえー、まだ時間か,かる かなり時間かかっちゃうだから多少ねお金かけてもね予備校に行った方があの結果的には近道っていう場合が多いですねなので迷われている方はねちょっとその辺はあの考えてみていただきたいなと思います結構ねあの難しいんで、まあ、独学で受からないっていうこともないんですけどもやっぱり効果的効率的に勉強するためにはあのもう予備校を受けてで短期間で受かっちゃった方がね結果的にはあの、まあ、早く受かりそしてコストもね結果的に安くなる可能性もありますから、ね、その辺は考えていただきたいなと思いますはい。 で試験スケジュールがですね、この四ページの下にありますので、見てください。ええー、日商簿記検定はですね、年に三回実施があります。はい、ここにある通りですね、三級も二級も同じ日にですね、実施されます。六月、十一月、二月とですね、年に三回検定試験がございます。はい、で、あの一、ー、級の方はですね、これ六月、十一月だけなんですよ。だから、二月の試験っていうのは、一級はないんですね。はい。 まあ三二級は両方ともすべてですね、三回あるんですけど行級はないですよというところはご注意くださいね。まあこの動画をねご覧になられている方は基本的に二級三級をね受けようという方でありますあると思いますので、まあ行きのところはまず考えていないよっていうような方も多いと思いますが一応ね注意をしていただきたいなと思います。はい。で、もうねあの実施する日も決まってるんですよ。はい。六月はね基本第二日曜日、十一月は第三日曜日、二月は第四日曜日。 でまあ、少し、ね、注意していただきたいのは2月検定試験を目指そうと思われている方もです、ね、おそらくこの動画をご覧になられている方の中で,です、ね、たくさんいらっしゃると思いますが2月検定試験はです、ね、この11月が終わってから2月までの期間が短いのでちょっと学習のプランニングという意味では期間がタイトになってきます6月から11月というのは結構長いんですよね、7、8、9、10。でまあ、11月の、ね、第3週ですから、まあ、大体5か月ぐらいなんですけども。 2月の試験って言うと1212でまあ3ヶ月ないぐらいなんですよ。まあだいたい3ヶ月ぐらい。非常にねこう短い。だからそこはねプランニングする上ではスケジューリング立てる上ではですね結構この期間の短さっていうものはネックになってくる可能性はあります。まあ6月検定はねどっから勉強を始めるのかにもよるんですね。2月検定すぐ終わってからね3456。 勉強するんであれば、まあ、四か月弱あります。まあ、六月はね、半分ぐらいしかないので、三ヶ月半とか、になりますが。ただ、まあ、六月限定というのはですね。えー、こう、四月に、というまあね。学校が始まりますよとか。あとは就職でもね、基本的には多くの会社って四月スタートですから。四月新規一点簿記目指しましょうっていう方が結構多いので。あの、実質的に二ヶ月半ぐらいで、あの、試験が訪れてしまうということも結構あります。そうすれば、あ、そう考えるとですね、結構、六月限定試験もタイトな場合っていうものが多いかなと思います。はい。 その辺のの期間的なこうスケジューリングというものも、ね、うまく立っていかなければいけないので、まあ、ご自身のですね普段のお仕事だとか学校だとかのです、ね、いろんなまあ他のスケジュールもあると思いますので、えー、まあそれとの兼ね合いで,です、ねまあ、自分がどこを目指していくのかというのも、ね、じっくりと検討していってください、まあ、基本的に早い方がいいですけれどもただ無理してねあの早く目指していって全然基礎がおろそかになってしまって、えー、まあ受からずに結果的に何も身につかずにということもありますのでそこは注意をしてください。早いいい方がですけれどもただ 早ければ早い方がいいっていうもんでもなくてじっくりと勉強できる期間っていうものをある程度見据えてください特にあの2級はねお伝えした通り結構難しいのでつけ焼き場な知識だとかでは受からないですなかなか、ね、なのである程度の期間っていうものを見込んだ方がいいと思いますはいで一、えー、つねこの2級の検定試験3級も含めてですけども日照簿記のね特徴としてこの上にあるんですけれども あの二色検定試験というのは上位何パーセントが合格っていうですね。こういう水準の試験ではないんですね。つまり合格ライン七十点を突破すれば合格なんですよ。競争試験ではないんですね。だから試験問題がどんなに難しかろうが、どんなに簡単であろうが、七十点というラインをクリアしなければいけない。だから難しいから合格率が下がりますし。簡単な会は合格率が上がります。ね。例えば他のね、あの試験なんかだと。 点数ではなくて上からね500人とかだいたい毎年1,000人ぐらい受かってるからだいたい1,000人ぐらいっていうところで、ね、ボーダーを切って、えー、合格者を出すような試験もありますそうするとまあ合格率の方は安定してくるんですけどね、えー、ただまあ他の人に勝たなければいけないとでも日曜期はそうではないんですね、えー、得点70点ですからもう他のね、えー、受験生は、えー、別にライバルでも何でもないんですよ自分は試験問題と対峙して試験問題をまあ攻略していけばねいいだけなので えーまあ、絶対評価の試験だということはですね、えー、認識していただければと思います。はい、で、まあ、こういったね、えー、3級、2級というものをです、ね、なんとかクリアしていこうと、えー、思われている方も多いと思いますけれども、えーまあ、どうね攻略していくのかということでパウルとト6ページ、7ページ見てください。えーまあ、これはレックの、ね、コースの紹介のページですがただ3、2級をどうやって突破するのかというのはこのコースに表れているんですよ。はいいペページ7ページジですね見ていくと えー、6ページが同時受験コースで7ページが順次受験コースとありますが、えー、同時受験というのは3級と2級です2級を同時に合格しましょうと、ね、結局さっきもお伝えした通り日章ボキーというのは必ず3級スタートなので、ね、3級のプロセスを経て絶対2級に行くんでだから、まあ、2級もね 受けるけれども、まあ三級も受けましょうっていう人結構いるんですよね。まあ間違って級落ちた時に何も得られなかったらというところで、まあ三級一応受けときましょうと。ただこれ同時受験コースの場合はですね、まあほとんどのこう生活時間を勉強に費やせることが条件になってきます。 これは何月の検定試験を目指すということについてもいて同じなんですが、6月であろうがね、11月であろうが、2月であろうが、生活時間のほとんどをね、僕の学習に費やすことができないと、やっぱり3日級の同時合格というのは厳しくなってきます。まあ働きながらでもですね、まあ不可能ではないですが、うん、ただやっぱりその仕事の時間がね長すぎて、えー、普段の勉強がなかなかできないっていう状況になってしまうと、これ相当きつくなってきます。 多分残業が多い方であったりとかはなかなか同時受験っていうのは厳しいかなと、まあ、毎日ね、えー、9時から5時とか9時から6時で、まあ、定時で上がって、えー、その後夜はですねしっかりと勉強することができるよそういう時間確保できますよっていう方であれば可能ですけれども、ね、もう不規則で、ね、土日も何な,ならね場合によっては休日出勤しなければいけないようなこともあるとか、ね、残業で平日はもうほとんど勉強できずに土日しか勉強できませんよっていうとこれは相当厳しくなると思ってください。なので個人的にはね あのこの7ページの順次受験のほうをお勧めしたいかなと思います。はい、でこれはまあとりあえずですね例えば一つのモデルとして6月は3級受けましょうとで11月に2級受けましょうということで、まあ、比較的、ね、こう8か月ぐらいのプランを立てて、えー、2つの、ね、試験を突破していくと、まあ、3級、2級を、ね、両方突破していきましょうと。だからダブルで、ね、一気に受けるんじゃなくて 1>, 1個ずつ段階を踏んでやっていきましょうというコースになります。で、こちらの方がですね、結局あの簿記の力っていうものがちゃんと身につく可能性が高いです。で3 2九同時だとですね、こうやはりこう付け焼き刃になってしまう可能性があるんですね。時間がないと、もう最終的にはね、こう覚え込んでいくっていう戦法に入る方がやっぱ多いんですよ。あ実はまあそれは遠回りなんです一番。ちゃんと理解していれば、そんな覚える必要ないわけですけれども。ただ そのやっぱりじっくりと腰を据えて勉強する時間がないんで最終的にも覚えちゃうとねこっちの方が早いっていうふうにその勘違いした学習法をされてる方が結構いるんですけども,もうそれだとと今の2級はまず受からないとでそれを考えるとね結局2級落ちた時に何か残るかって言ったら同時受験でね付け焼き場でこう暗記ばっかりしてね機械的な作業でなんとか乗り切ろうと思ってえ頑張ったけれども2級ダメでしたってなった時に次に残らないんですよ何も。 もう勉強していないどころか変な癖がついちゃって一番最悪な状況でじゃあもう一回次の2級行きましょう次はじっくり時間があるからいいよってなったとしてもですよ変な癖ついちゃったら受かるものも受からなくなってしまうというですね、まあ、これこの負のスパイラルに落ちる可能性がありますので、ねまあ、あの時間が、ね、ある程度あって、まあ、3級2級同時に受験しても、まあ、大丈夫だよっていう方はね あのいいと思いますがさっきお伝えした通りね、えー、普段日頃残業が多くて場合によってはどんちもね使わなければいけない仕事とかですねあとは今入れの用事とかってあると思いますんで、えーまあ、そういうね、えー、時間が確保できなそうだという方はですねこの、うんまあ、7ページの順次受験の方の方が方に進まれた方がいいんじゃないのかなというのは思います。はいでちょっと4ページ見てください一応ね学習時間の目安とあります。 まあ個人差はあります当然3級はね90時間程度ただ3級の方はです、ね、そんなに時間かからないかもしれませんで2級は250時間程度でも2級の方はですね場合によってはこれ以上時間かかるという方もいると思います、ね、なのでこれぐらいの時間をまあ平均的に確保できると要はその検定試験までね確保できるとで32級同時ってことはこれ340時間ですからね 32九同時ということは340時間を、ね、自分の目標とする検定試験の、えー、日までにある程度こう確保できると、まあ、その多少足りないとかであればいいんですけども例えば340時間目安のところですね180時間しか確保できませんっていうとこれはまあこそ相当ね厳しいと、ねまあ、個人差があるので何とも言いませんけれども、ね、ただやっぱり340時間よりまあ、えー、だいぶ。 確保でききそううななな時間が少ない,っていうときつくなります、まあ、どんなに少なくても300時間ぐらいは確保していく必要はあると思いますので、えー、まあその時間というものがちゃんと、ね、確保できるかどうかですね。300時間ってことは1日3時間勉強し,して、まあ、100日ですね。1日3時間勉強して、えー、100日になります。はいまあ、100日なんで3か月ぐらいですけれども、ね、その1日3時間をコンスタントにです、ね、時間かけられるかというところになります。はいまあ、そのあを、ね、こうまず 受験を考えるにあた,たって、ね、ちょっと一つの判断基準として考えてください、ね、まあ冒頭はね、こうできるよう目指してほしいっていうようなことですの、ね、お伝えしましたが、やっぱり現実的にこうね難しい場合もありますので、えー、なので、まあコツコツとね、やっぱり三級からやっていった方がまあ身につきやすいっていうのはまあこれは私のね、えー、ここまでのこういろいろね簿記とかね会計に携わってきた経験則では確実にそれを言えることですから。はい。 でまあ、あの個人的には、ね、順次受験だからあの時間確保できるんだったら全然これ同時受験も可能ですからねあの今お伝えしているのはそ時間がなかなか確保できないという方の同時受験はちょっと危険だよということをあのお伝えしたかったんで、えーまあそので、はい、3級、2級を、ね、受けるということなんですが、まあ、ちょっとレックの、ね、講座の特徴をお伝えしていきたいと思いますけれども、まあ、まずはこの3級講座の特徴で、まあ、私3級も2級も両方とも担当させていただいているんですけれども。 えまあ3級の講座の特徴はまあ価格が安いとりあえず安い価格で始めていけるというところで、まあ、当然ねこの安いから教材が大丈夫かとかっていうね不安もこうたまに聞こえるんですけれどもあの絶対それは大丈夫です。 教材が大丈夫かとか、ね、と講義が大丈夫かとか、ね、そういう、ね、あの不安もあるかもしれませんがもうここは、ね、信頼してもらって構いません全然、ね、あの自信持ってテキストを、ね、講義通れ、ね、提供させていただいていますんであので、まあ、3級に行く両方とも私講義あのさせてもらっておりますけれども,、えー、もうその、ね、講義の分については私が、ねえー、もう保証しますので,でもそこは、ね、心配する必要なく、まあ、安いけれども受かるんですと全然受かるんですと。 えーまあ、皆さんにですねこう間口を広げたいので価格を下げているというだけですから、ね、はいなので、まあ、特徴その1としては始めやすい価格、ね、これ全くねあの教材とか講義とかね他の学校とかに、ね、劣ることは全くありませんので、ねえー、そこはもう信頼してください。はいいそして、えー、安心の主張機関ととうことで、えー まあその万が一ね落ちてしまったという場合に備えて次の検定まで講義をですね一応見られるようにはあのしてございますのでえまあ本当に理想はね一発で受かるっていうことが理想ですしちゃんと勉強やればまあ特に三級は絶対一発でえ受かるとね受かる可能性が高いですただ万が一に備えてね次の検定試験まで講義は見れますよと。なのでこれですねダメだったらもう一回受講料払うんですかという人も多いんですけども。 それは別に全然あとからです、ね、追加で事故料を払って期間を延ばすとかっていうことは全くなくですね、えー、もともと2回分のです、ねえー、期間日照保険というのは2回分の期間これ講義見れ,見れますので6月の目標の方は6月のみならず11月まで、ね、講義見れるんでだめ、まあ、だったっていうケースはねあんまりよくないですけどもねただ一応ね、えー、保険をかけて、えー、期間が伸びるあとはですねさっきの順次受験のケースで えー、6月に3級目指して、えー、12月11月に2級を目指すというプランニングを立てられた方で6月の3級受かりましたとで6月の3級受かって11月まで2級目指すっていう過程の中でもう一回3級の講義ちょっと見たいなという時もそれ見られるんだね3級のあの部分の講義2級のね、えー、ところに関連するんだけれどもちょっと忘れてるなという時に3級の講義を引っ張り出してみることもできるんですね。はい それでまあ次の検定まではねもういつでも講義見られますからねまあ反響はすべての基礎になりますねすべての基礎の講義っていうものをまあいつでも見返すことができると、ねまあ、受かった場合だってもう残念な結果だった場合でも見返すことができますよというところとあともう一つですね講義選べますよということでやはりね講義っていうのはどうしてもね相性があ,のありますので、ねまあ、その相性のいい先生の講義やっぱ見たいですよね。 だから3級も2級もなんですけどもともにねあの先生を、えー、2人ご用意いたしまして皆さんがですねその2人の先生の講義を選択できると、ね、別にあの両方も見れますよ片方を選んだから片方だけでずっといかなきゃいけないっていうわけじゃないんですよ、ね、もう両方見られると、えー、3級はですね、えー、私とですねもう一人高井先生というね先生が講義をやられておりまして、えー、高井先生はですね特に時間があまりない方向けの講義でですね 講義時間が短いんですよ2.5時間2時間半の10コマで私の講義はね3時間の10コマなんですよなのでじゃ3時間の10コマだと30時間で2.5時間の10コマですと25時間ねなので時間が、ね、だいぶ、ね、少ない、まあ、少ないってほどじゃないですけどもね軽減されると思うんですねはい25時間と30時間ですから、まあ、5時間違いますよね でもやっぱ社会人の方なんかだとその5時間ってのはすごく貴重ですからまあ初めの1回ねちょっと初めの1回目の前半部分だけね先生を見てみて、まあ、自分の気に入った方を選択するでもいいですしね、まあ、少し時間がなさそうだから2.5時間の高い先生のを見ましょうとかっていうのも全然構いませんので、えー、まあその講師を選べると。あととちょっとねこれも であまりこうマイナスな話はしたくないわけですが1回、ね、えー、落ちてしまった場合にはそれ1回目受けた時に聞いた先生ではない先生を、ねえー、聞いてみるとかっていうのも一、えー、つ方法としてありますので、ねまあ、ぜひねその講義を選べるというところで、ねまあ、いろんな角度からの,、ね、あの説明を、ね、聞けると思いますので、ねまあ、それも、ね、こう合格のためにはすごく必要なことかなと。 1>, で1人の先生の、ね、説明聞いてちょっと分かりづらかったなって思えばもう1人の先生の,、ね、あの説明を聞くっていうのも全然あれなんで、ね、とにかく2人の先生の講義をバッと聞けるんですね。で選んだー先生の講義しか聞けないっていうわけではないというところです。でこれはまあ2級も同じなんですよ。2級も同じでちょっとページね飛んで15ページ見てください。まあ、2級もですね、まあ、ちょっとズうずうしくも私がですねあの2級講義させてもらってるんですけども。 はいえー、2級の講義は私とですね富田先生ですね富田先生はですねこのパンフレットの関東から大特集、まあ、全部からですけどもこれマフレットもね特集で、ね、いろいろとこう、まあ、対,談対談ではないのかなあの、まあ、質問9案どおりか9案形式であのいろいろとです、ね、お話しされてるんで非常に面白い、ね、先生ですから見てもらえればと思いますが、えー、2級の場合はですね通常ねあの私がしっかり講義っていうですね講義をそして富田先生がさっくり講義と。 でえー、まず2級初めて受けられる方は私の、ね、しっかり講義をまあ通常受けると思いますそっちの方がまあいいのかなとこれは私自身がです、ね、自分を宣伝してるてわけじゃなくて、えー、講義数がです、ね、しっかり講義というのはです、ね、3時間かける25回の講義で全論点を、ね、時間かけて説明をしています。 で、このしっかり講義を見た後に、もし余裕があれば、富田先生のさっくり講義を見ていくっていうのでもいいですし。まあ、別に無理して二つ目ですはありません。だから、そういう方もいます。まずしっかり講義で一回通り見て。でも、まあ、確かに日給の内容って難しかったりするんで。一回講義見ただけだと、その内容がすべて身につくっていうことはなかなかないんですよ。で、そこで、まあ、時間がある方はね。もう一回じゃ、今度さっくり講義、富田先生で、まあ、十七回。 17回なんでまあ7回ね減ってるんで講義回数としては大体7割ぐらいの間隔になりますけれども、えー、もう一回聞いていくと、まあ、そうすると全部で講義回数42回なんで、まあ、結構多いですけれどもただ時間がある方はね、えー、そうやって2回講義を聞いてもらっても全然いいかなと思いますしあとはね万が一こう残念な結果になってしまった方もですね、えー、まあ落ちた後もね同じ先生の講義を聞くっていうのはなんとなくねこう嫌な気分すると思うんですよね。 っなちゃいますからねだからまあそこで先生をこうスイッチして、えー、また別の先生に変えて聞いていくという使い方も、まあ、それも全然ありかなと思いますんでこう,うまくね2人の先生を使い分けてもらえればですねこう効果的かつ効率的に学習はできるかと思いますんで、ねまあ、せっかくねこの講義が選べますのでまた3期の時期と同じように、えーまあ、両方のね 別に講義を絶対聞かなければいけないというわけじゃありませんけれども初、ねまあ、め見比べてみて、まあ、気に入った方でもいいですしまあ一応ね初、あのー、めはしっかり講義の私の方が、まあ、いいのかなとは思いますけどねうんただまあどうしてもねちょっとこう肌に合わないっていう方もいらっしゃると思いますので、えー、その場合はね富田先生の方を初め聞いてもいいのかなと思いますが、えーまあ、そこをうまくね使って頂ければと思いますんで。ね、はい、ね あとまあ価格が安いという点とですね視聴期間が長いという点は,これはもう2級も3級も共通してえ言えることですのでなんとかねその2級はやっぱ難しいのでねまあ一発で受かるのが理想ですけれどもなかなかその一発で受からないということも想定されますのでえその辺はですねこう目標万が一落ちてしまったときにどうするかまあどこまでね何を目標にしていくのかどこまでに受かるのかというねちゃんとこう対策を立てていただきたいと。はいただあのー 講義の内容としては、ね、もうテキストそして、討練あとはもう講義、ね、もうクオリティは高いのでこれも私が、ね、自信を持って、えー、皆さんにお伝えをしますので、ね、本当にしっかりと、ね、腰を据えて時間をかけて勉強して復習をしていただければあの必ず受かる力身につきますので、ねえー、なのでそこはもう、ね、あの安心して受講をしていただければと思います。はい なのでまあ、個人的なお勧すすめとしては、ね、順次受験ということで3級を、ねえー、受け3級受かってから2級というのが、ねまあ、一番いいのかなと思いますので、まあ、340時間という学習時間、えーまあ、この確保というのは一、ね、つできるかどうかは判断基準になりますけれども、えー、ぜひ、ね、こう日照募金トライしてみて、えーまあ、その会計の、ねえー、楽しさというものを知っていただきたいかなと。で会計力があればです、ね、もう会社でも、ね、重宝されます。 就職活動でも役に立ちます、ね、財務諸表という会社の成績表が読めればですね非常にこう見識が広がりますから、ね、また考え方も変わってきたりしますので、ねまあ、この日曜募金をですね皮切りに1、まあ、級さらに税理士会計士っていうこともですね考えられます、ね、まあそういうね全ての会計の土台がこの日曜募金3級2級に入っていますので是非、まあ、ね、えー、この32級っていうものをですね突破して、えー、まあいろんなフィールドで活躍していただきたいなと思いますはい。 それではですね、あの本日のガイダンスの方はここまでにさせていただきます。またね、あのー、勉強頑張ろうと思われた方は講義の方でですね、お会いできることを楽しみにしておりますのでね、えー、ぜひ、まあ、よく考えてね、選択をしていただきたいなと思います。はい、えー、それではね、本日はですね、えー、まあ、そんな長くなかったですけれども、えー、お疲れ様でした。